AV 新法？え？サモハン金法？え？全員一法？あ、AV 新法ね。どうも、妖怪界のシミケンこと。トップとは、自分の輝ける場所を見つけた人がたどり着く場所。なるほど、奥が深い。三代目、ジードです。本日は2022年6月15日に可決した AV 業界へ初の法規制について、妖怪界から苦情が殺到している。見ていこうぞ。ペンネーム、ひだやみを超える女優はこの世にいないさんからおっしゃる通りです。ジードさん、先日可決された AV 新法なのですが、え、アダルトビデオ見れないのですか？これから私は人間界の AV が大好きです。酒、タバコ、ギャンブルしない僕から唯一の娯楽 AV を奪うのですか？見れなくなったら近所の三段バラクソババアをしまうかもしれません。どうしたらいいでしょうか？おっかさん系が好きなのね。しょうもないって。大丈夫、安心しろ。今回の新法は AV 業界で働くクソビ、あ、女優さんを守るための新法だ。18歳から成人扱いに変わったことがことの発端。未成年への強要出演被害を増やさないためだとか。内容はこうだ。 AV の出る約束してから撮影まで1ヶ月、撮影してから私 AV 女優なりましたって店頭に並ぶまで4ヶ月、さらにそのビデオ販売してから1年間、女優さんがやっぱり嫌だと言ったら販売した AV を全て回収、 AV に出演する前の女の子に戻すように制作者が絶対しろよてめえ。全部守らんと作ったやつ金取んぞ。で、法律。AV 撮影の強要、無理やり働くといった環境から女優さんには安心できると一見思わすような内容。しかし皆様は適正 AV という言葉は知っているか？アダルトビデオの右上に薄く映る IPPA という文字。これは AV に1000本以上出演していた大物有名女優が引退後、無理やり強要されて働いていたと裁判を起こした。そのことでできた IPPA 適正 AV、 AV 業界をもっとクリーンにと2016年にすでにできていた団体の名前だ。この機関ができたことで大手メーカーの AV 撮影環境は女優さんへの頑張ろうなどと声かけさえも強要とし、撮影現場はかなりクリーンになったらしい。ならなぜ今頃できたのか。それは同人 AV、 メジャーではなくインディーズ AV 業界の存在だ。海外サーバーなど使い、うまく逃げながら強要無理やりと被害者を増やしている。だがその状況下でのその日払いの報酬に目がくらみやってしまう女性もいるとか。そこに18歳の新成人たちが被害に遭わないか。いや、うやろ。じゃあ遅いけどやっとかなあかんやんってことでできた法律、 AV 新法。だけどもだけど、だけど業界からは懸念の声が。この法律の制度を逆手に取り、つつもたせが起こるのでは？ AV に出演する気がないのに撮影だけしてギャラだけもらい逃走。もしギャラだけでも回収しても制作費は返ってこない。この新法に保証など何もない。ギャラの支払いでそのようなことを防ぐため、ギャラは作品が出てからの後払いになっていくのでは？なら結局すぐにお金が欲しい人たちがその日払いの同人 AV に女の子が流れ、被害がまた増えるだろうと。おまけにこの国の勉強はできるが、ビンダチ民主アマトーアンポンタンたちがなんと AV での本番も禁止にしろと、2年後に付け加えろと。オーマイジーザス、しょうもなすぎる。 AV での本番行為は女性の尊厳、人権の尊重を犯し、妊娠や PTSD など被害が発生する。映画やドラマの殺人シーンは実際やらないのに AV の本番はなぜするのか。あらゆる性的コンテンツを根絶していくってさ。あー、頭の中こまばい湧いとんけ。これ殺人は大犯罪、性行為は子を増やすための正当行為。何と何を並べてんだ。そんなことを考えるぐらいならもっと少子化対策に真剣に取り組めよ。ほんまにこいつはやる気ないですよ。実際この子の例を見てみよう。15歳の時に父親に暴行、児童福祉施設に引き取られたが、18歳で無理やり出され、寝カフェに泊まるためにおじさんに裸の動画を撮らせお金をもらい、その日暮らしをしていたが今は後悔をしていると。この子を守る社会制度の方が見直しするべきではないのか。人間界のあらゆる出来事がそうだ。原因を根絶するのではなく結果ばかり変えようとする。その原因こそが君たちが真剣に取り組んでこなかった産物なのによ。もっとカスなのはこの後に及んで自分の感情が正当だと思い込んでるやつだ。
AV 新法はお金をもらい性行為をすることを合法化してるまで、いや AV 女優さんに失礼すぎるやろ。ある有名女優さんが言ってたが、無理やりやらされてるなんか聞いたことないと。我らの憧れシミケンさんも25年間働いているが妊娠の被害なんか聞いたことないと。おまけにこの法案が可決した直後から AV の撮影キャンセルが相次いでる。だいたい新しい法律ができると見せしめのために大手からパクリ出す。それを懸念して業界が敏感になっている。すでに本末転倒。これじゃあ職をなくした女優さんたちが同人 AV に行ってまた被害が拡大しますよ。わかりますかね。フルボッキ民主甘党さんの本番行為禁止には大大大大大反対じゃ。こらあと一つだけ。おひんひんの曲がり方、右より左より、これキャン玉の重さで決まるらしいです。女性の皆様すいませんでした。はい、おつーもうくだらん、ほんま妖怪から気丈ばっか、まるで指揮者ボス相模バッハ見たく裁く、こんな言葉ばっか、しょうもない上に情もない、くせ者もらいもらい暗い未来